皆さん、はじめまして、シスと申します。トイックです。前作からね、前作 FF5 の実況やってたんだけど、そちらからご視聴いただいてる方につきましては、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、新作はサイレン。これね一応2本予定してて、そのうちの1本。トイックがどうしてもシスにサイレン実況してほしいって言うから、買ってきたんだよ。買ってきたって言っても、アーカイブスで買っただけそうそうそう。ただね、シスが、サイレンっていうのがね、どういうゲームか全く知らないっていうね、これ大丈夫かな。 多ちょっとね、分、そこも含めて楽しんでもらいたいかな。そう、ちょっとさっき説明書見たら、なんかバイオハザードみたいなゲームかなと思うんだけど、俺バイオハザード苦手なんだよね。大丈夫、大丈夫。じゃあ、まあ、ニューゲームということでね。あ、そうそう、初めての方に簡単に説明しとくと、この動画2人実況なんだけど、プレイするのはシスです。で、トイ君は同じ場所にいないから、この画面をスカイプで共有してて、で、それそれ見で、てるだけそだね。うそう、で、チャットで参加してもらってます。あ、なんかすげえ和風。FF5 から比べると、日本新だからね。なんだあれ。なんだあれ。うわ、なんか人殺してる。いや、殺してない。うわ、見ちゃった。てか、なんか冴えねえ、主人公。冴えないって言っちゃダメだ。やっぱり人殺しの現場見ちゃった。え、何これ。須田恭也。そう、今ちょっとデモ見たから次ステージですねっていう。なんだこいつは、こんな夜中に。めっちゃ怪しい。何これ。 世まあちょっ界観と全くわからねえ。主人公はちょっと訳あってね、あるちょっと村に訪れてきて、で、なんかちょっといろいろ探索してたら、おお、絶対怪しいでしょ。怪しいな。何この村。怪しいなんてもんじゃないな。あの子だ。うわ。実際こんな現場でなんかバレたら超怖いよね。なんだこれ。いや、お、警察官から逃亡、オッケー。逃亡しましょう。やっぱ俺こういうの、これ苦手なんだよね。いいぞ、もういいぞ、次行っていいぞ。よし。さあ、どんな感じに逃げてくれるのか。なんだよ、なんでこんな。なんかこいつはちょっとさ、棒読みじゃね？わぁ、わぁ、じゃないね。大体そんなセリフが多い。でも本職セリフじゃない人が多かったんじゃないかな。どうだったっけ？します。めっちゃ撃たれてる。なにこの村。あ、俺これ？なにこれ？なんかめっちゃ撃たれ。さあ、懐中電灯消しといた方がいいんじゃない？どうやって消すんだっけ？てか、結構暗いな、やっぱり。あ、暗い？あ、ちょっとね。うわ、全く何も見えねえけど。やっぱ懐中電灯つけた方がいいのかな。早速、入りましたね。すっす。ちょ、待って、これ、今来られたら俺は、死ぬ気がする。そう。かといって出られない。さっきの扉閉めといたら。確かに確かに。待って、電気を、違う、これ、叫んじゃダメ。それ3か。電気を消し、うわ、なんか、あ、いる。いた。マジ。閉めたから電気つけてもいいんじゃないかな。おお、机の上に車の鍵がある。あ、車の鍵。3、ひろ。てか、くれー。真っ暗じゃねえか。何これ、大丈夫か。電気つけようって。暗くてよく見えない。あ、はいはいはい、四角もない。ゲーム内でも暗いって言われた。ここになんか武器とかねえかな。あー、どうだろう。武器欲しいな。ちょっと待って、ちょっと待って。どうしたの。声が聞こえるんだけど。武器ないの。これ R ボタン押しても構えらんねえんだけど。とりあえず今、鍵取ったよね。あ、待って、車あったよね。その鍵を使うことを考えよう。そうだね、そうだね。ちょっと待って、暗い。うわ、いるわ。
やべえ、入ってくる。ちょ、待って積んだか、積んだ。やべ、クソ声が聞こえたな。クソ声、なにこれ。俺ホラーゲームダメなんだけど。行った。あ、でこれ後ろ向きとか窓から見てるとかじゃね。いや、そんな頭良くないだろ、敵。あ、いる。え、出れん。え、そこにいいんだけど。ほら、見える？電気つけてくれないと見えない。ほら、ここで。おーおー、いた、見えた。今だろ。今だ。右に行ってたから左行こうか。あ、車ある。開けろ。叫ぶ。いや、叫んで。いや、ドアがロックされている。三角ボタン。ロック解除。開けろ。くっそ怖え、何このゲーム。車の鍵を使ってドアロックを解除した。オッケー。乗れ。よし、乗れ。乗れよ。三角から。三角。バカ、早く乗れよ。よかった、乗った。発進。え、鍵穴がハンドルの下にある三角ボタンのメニューから鍵を刺します。刺せ。視点変えれるんじゃない？大丈夫、刺した。え、刺し。スティック回すと、ぐるぐる車の中覗けたよ。うお生きてんの大丈夫？当たってないから。あれ動かねえし。おな何これ、めっちゃ引いたね。引き殺したけど。あ、終わったし。うん。え？クリア。まずクリア。おお、短っ。え、なんかクソ怖えんだけど、この雰囲気。画面暗いかな。画面どうだろうね。ね。オプションで明るくしてたけどね。そう、プラス5くらいにしたんだけどね。もうちょっと明るい。あ、バカ、お前、だから余計なことすんなって。銃を奪え。110番じゃねえよ、お前。いやいや、多分普通の反応だぞ、これは。あ、地震？あ、これ、この子の声があんま聞こえてないかもね。なんか冴えねえ顔だな、ほんと、こいつ。お前、ひどいな、特別な。これ絶対中学校の頃にさ、遊戯王カードとかしてた子でしょ。年齢によっては大抵の子はやってるじゃないか。嘘。あ、バカ！ほら、銃奪わんから。あ。撃たれた。死んだけど。え？ゲームオーバー？あ、いいんだ。まあ、はい、今のデモだからな、ただの。はい。セーブ。はい。よし。もうセーブは重要ってね。FF5 で学んだからね。あ、でもこれ一応、一シナリオごとに毎回セーブ画面出てくるから。オッケー。よし、京也くんの2日目。初日かまだ。うん。あれは前日扱いなんだな。2時とかもうこんな時間に。え、生きてるし、こいつすげえ。え、こいつ、もうゾンビになったんじゃない？傷は？撃たれてるよ。それ心配するような体のこと。え、てかめっちゃ撃たれてるけど。わっ。え、なにこれ。私と共感するでしょ。あなた、原始ができるの。あの、気づいて。絶対敵じゃん。と言っても無理だよね。大丈夫？さっき、撃たれて。でも、とにかく私の言うことを聞いて一緒に来て。これ主人公なんで大丈夫なの？危ない感じがする。危ん。進んでいけばわかる。ついてきて。いや、車乗って街行こうよ、街。え、ひさこさん。うん、やお、ひさこさんと。はい、なんとかやる。仮割りへの道かな。ほい、じゃあ行ってきます。やった、ひさこさんとデートだ。この赤い水が、あなたの体に入ったの。流した血の分だけ。傷が治ったのは、水の力のおかげ。まだふらつくみたいだけど、じきによくなるはず。でもよかった。もう怖えよ、こいつ。これ以上。
それよりとにかく急がないと。急ごうか。目を閉じて。ね。あ、ほら目を閉じてって言ってる。意識をゆっくりと巡らして。じゃあ目を。私を探してみて。目を閉じる。それが私の目から見たあなた。視界ジャックだ、視界ジャック。これじゃないの？さっき説明書読んで。このまだもうちょっとさ、サーチしてみて。わからんぞ。いや、八尾さんの視点になってみて。視界ジャックで。あ、それ。よくわからん。よし、追いかけるぞ。あ、もういない。ちょっと、どこ行ったの？正面。あれ？そっちじゃない。さっき向いてた方の正面。ね、なんでこんな息遣い荒いの？誰だよ、こいつ。撃たれたばっかりだからじゃない？もういないけど。あ、そっち。ひさこちゃん。多分その辺に。おお、ひさこちゃん怖えよ。まあ、ひさこちゃんマジ怖え。すぐに私のところまで来て。私は周囲に集中するから、常にあなたの気配を感じてるってわけにはいかないの。そのうちに、あなたも私の呼ぶ意識ぐらいはわかるようになると思う。視界ジャック。はい、視界ジャックで音を聞くことも重要になります。うん。ひさこを視界ジャックし、オッケー。徘徊してる死人の視界ジャックもしてるから、よくわからんぞ。あ、どっか行っちゃったぞ。あれ、ひさこちゃんは？やばい、多分あんまりうろうろ探さない方がいいと思うぞ。お、あ、今見つかったんじゃない？やばい、吠えてる。え、待って、ひさこちゃんどうやって見んの？わからん。違うな。やばい。死んだけど。抵抗ぐらいしよう。何それ。無抵抗に殺されてる今。何それ今の。え？ちょっと待って。お、結構クリアだ。あ、お、ホールドできた。うん、それで一人登録しておいて、ヤオさんの視点を常に見とくように。よし。あ、ホールドできたから、うん。これでもう完璧だ。私の後についてきて。オッケー、行くわ。はい、移動しまーす。あ、ここで、そう。走るとバレるから。お前が走ってんじゃねえかよ。いや、あそこまでは走って大丈夫なんだって。ゆっくり。よし。ここで待ってて。呼んだらすぐに私のところまで来て。分かった。ここで呼ぶまで待たなきゃいけないんだな。私は周囲に集中するから。そうだな。常にあなたの気配を感じてるってわけにはいかないの。そのうちにあなたも私の呼ぶ意識ぐらいはわかるようになると思う。おい、視界ジャックで、オッケー。こうしときゃいいんだな。登録したものを見ながら行きましょう。これで、前行って、右行って、後ろ右の、今はこっち行って。あ、こっち来てって言ってる。まずあそこまで行こうってことだな。前行って、右だったな。右に行って。あ、いた。おお、オッケー。シスさん学ぶねえ。で、視界ジャック。前へ行って、後ろを振り返って。あ、それ待ってんじゃない今。ライトつけないと全く。シャン。どこだ？その辺、あ、ゆっくり歩いて探して追い越さないようにね。あれ、あ、いた。オッケー。こっちを狙ってる奴がいる。よ
かがめてやり過ごしましょう。あ、これここで×ボタンね。 OKOKOK、うん、ここで見つからんように×で、キュッキュッキュッ。え、なにこれ、シュールなんだけどこれ実況として大丈夫か、本当に。大丈夫大丈夫、真っ暗で何も見えてないと思うし、この実況大丈夫、見てる、やってる方も真っ暗だからな。立ってる時は電気つけて大丈夫だと思うよ。気をつけて。あ、なんか気をつけてって言われなかった今。え、なんか今の人発狂してなかった。え、っていうかいなくね。なんかあいつ逃げたよ。あ、なんかどっかでバレた。ちょ、やばいやばい、下がっ、え、っていうか逆走してないそれ。シスさん、それ逆走してるよ。わからん、わからんぞ、迷った。待て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 、進もう、さっきのとこ戻ろう。うん、そっちそっち。おしおし、待て待て待て。うん、そこまっすぐ。なんかいたぞ今。今嫌なのに見つかったな。すっ、あ、なんかいる、なんかいる、あ、めっちゃ、あ、めっちゃ、あ、めっちゃ、死ぬ、死ぬ、まっ、わからん、逃げらんない、逃げらんない、逃げらんない。もう電気つけて逃げていいんじゃないか。ちょっと出られない、出られない、出られない、出られない。そこに、そこにあるどこ行ってる、わからん、わからん、もうわからん。すっ、え、いる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 、うん、見つかってるままだとは思うけど。でも、ひなこさんは、お前ひなこさんどこに隠れてんだよ。ね、多分さっきの道の先の方なんだけど、シスがパニックって逆走しちゃったから。ちょっと待って待って、さっきのとこまで行かないとな。え、すっげ、通り、横通り抜けていく感じでもう走っていっちゃっていいんじゃないかな。さっきのが残ってたらだけど。え、めっちゃ怖い。え、ご利用しで抜けていきましょう。よいしょ、待って待って待って、ここの辺、うん、あ、待って、そ、待って、そこあんまり出ないで。あ、あ、そこ、そのあ、あ、じゃあ、ここ、ここ、登って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 こ。あ、死んだ。ちょ、わからん、わからん。テンパってしまったのが、いけなかったな。もうこれ、くっそむずいぞ、このゲーム。うん、このゲーム、高難易度で知られてるからね。お、なんか見れる。目を閉じて。人間じゃない。人間じゃない。しばらくは満足に動けないと思う。私の後についてきて。先走りすぎだろ。うん、オッケーオッケーオッケー。出待ち状態でめっちゃ押されてる。ここで待ってて。わかりました。呼んだらすぐに私のところまで来て。私は周囲に集中するから常にあなたの気配を感じてるってわけにもバレなかった。大丈夫。そのうちにあなたも私の呼ぶ意識ぐらいはわかるようになると思う。降りられねえんだよこれ。こいつが邪魔で。場所分かってるから視界ジャックしてなくてもいいか。あ、でも視界ジャックしてる時に来てくれって呼んでたからな、さっき。なんか見つかった。ひなこさん、ひなこさん、ひなこさん。さっきやっぱ上に行った時に見つかってたんだ。あ、レイプされてる。大変なことになった。くっそ、くっそ。よしよし、右行って、右行って、ここの隙間から、今よ。今よ。行け。走れ。オッケー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 。右行って、そのまま行けば、ここ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 、あれ、迷った、迷った。ここか、ここか。
その中にいる間は電気つけててもいいと思うけど。よしよし、じゃあここに入りの電気消せって言われたら消せばいいと思う。ひなこさん、あれ、あ、いたいたいた、ひなこさんめっちゃ怖いよ、あんたが一番怖いよ。しゃがむ、オッケー、しゃがみます。でしゃがんで、ここだよね、ここの跡がさっきより見せたんだ。うん、あとここはついていて、ちゃんと何言ってるかも聞いといた方がいいな。これ、ライトつけていいかな。ここで、うわ、めっちゃ怖い、何このゲーム。武器がないからな、まだ。うわ、ひなこさんのお尻めっちゃ照らしてるわ。気づかれちゃう。ライトはつけないで。はい、わかりました。怒られた。そうだよね。てか電池も減っちゃうしね。うん。銃を使うときは暗いところでは命中率が下がるので注意してください。銃とか持ってねえよ。まだないな。あれ、ひなこさんは？完全に見失った。待って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 、その今通りに出なかった？出た。待って、通りには敵がいるはず。うん、あ、待って待って、そこじゃなかった気がするんだけど、右ぐらいにね。ひなこさん、その裏側、うん、それ戻ってきた道、戻ってる。 あ、見つかった。もうそうだな、視界ジャックしながら歩いてればいいな、この辺。あ、まぶ、うん、来てる。なんかボタン連打すると抵抗できるはず。ちょっと難易度高っ。やめようか。いや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 。まあ、とりあえず、とりあえずこんな感じかな。これクリアできねえよ、俺。終わってねえ。よし、とりあえず1本目は、こんな感じ。これやべえ。これやべえぞ、おい、ほんと。ちょっと頼んすぎる。どうすんのよ。はい、じゃあ、もうこれ。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。